おはようございます塚原農園です今日はズッキーニの植え方についてご紹介をしていきたいと思いますえズッキーニは種からまいて苗を育ててそして畑に苗を植え付けるというやり方が一般的に簡単にできると思いますで今の時期からでも種をまいてズッキーニは栽培することができますはい、それではまずズッキーニは種をまいてから約1ヶ月間 えー、かけて苗を育てます30日ぐらい経ってくると今こちらマルチに植わっているような大きさまで成長してきますそれを畑に植え付けをするんですが植え付けをする前にズッキーニは広く深く根を特に伸ばす性質がありませんのでマルチなどを使って苗を植え付けをするところに火星肥料などをあらかじめ前もって撒、えー、いておいてください あと石灰なども1週間ずらして種をまいて苗を育てている間に少しまいてあげるといいと思います、はい。それで苗が仕上がってきた頃植え付け大体3日ぐらい前になったら前もってマルチを張っておいた方がいいと思います。というのもズッキーニというものは湿気にとても弱いあと雨が降って何もしていない状態だと。 ドシャッと雨が降ると泥が跳ね返りますよねで葉っぱなどにその泥水がついて乾いたりするとその土の中に含まれている悪さをするカビのものなどがつくと病気にとてもかかりやすい、まあ、ズッキーニなんですねそれを守るためにも、まあ、マルチを使って泥の跳ね返りを防いでいるということですでこのマルチも95センチ の幅のマルチが一般的に多く使えていると思うんですがそれでした真ん中に1畳上で植え付けをしていただければと思います95センチのマルチを使った場合それ裾を少し縮めますので仕上がりが大体なんですがま80センチ前後になっていただければ1畳で植え付けはできますもう少し幅が広いマルチでしたら2畳上も可能ですはいこちらの 一つのベッドウネに対して等間隔に植わっていると思うんですがこの間隔これ株間これは最低でも8 0ンチぐらいを取るようにしてください。ズッキーニは意外と一株が大きく成長しますあまり狭すぎて、まあ、3 0ンチ4 0ンチ株まで植え付けをしてしまいますと大きくなった後風の通しが悪くなったり でまたズッキーニというのは中にはトゲが出る品種が、まあ、一般的に多いと思うんですがズッキーニに傷がついてししままったりします。そこである程度8 0センチ最低取っていただければお互いに成長に邪魔をしないということ。で葉っぱも いいっぱい展開していきますので、そのスペースをいっぱい取っておくためにも8 0ンチぐらい間隔を空けていただければ光合成もうまくされてズッキーニが大きなものが収穫できますしでまたズッキーニは花合わせという、まあ、花粉をちょんちょんとやる作業とね中にはやらかれる方もいると思うんですがその作業もとてもしやすいですし収穫する時に株間が広いと収穫がとてもしやすいということがあります。 はい、そしてもう一つ、えー、複数の品種を植えてまたウネをたくさん作られる方一つのウネだったらいいんですがまあ2本3本とやっていかれる方はこちらの植え付けをしたズッキーニの中心からこの隣のウネの中心までのこの間これ上間これが最低でも1メートル8 0ンチぐらいは通、えー、っておいた方がいいと思います。 こちら横の方にも意外と広く広がってきますので収穫をしたり管理をするための通路としてここの間を設けるために必要なのがジョーマが1メートル80センチになります、はい、でお使いのマルチでおすすめなのはまあ、中間タイプはまあもちろんいいと思うんですけれども一般的に主流なのが黒マルチだと思います。黒マルチでででも大丈夫ですすただ透明ですと 光がたると中から雑草が生えて持ち上げてしまいますので透明はあまりおすすめはできまませんでまたマルチではなくて敷きわら稲わらとかを株元に敷いてあげる雑草の枯れ草でももちろんそれも大丈夫です泥の跳ね返りを抑えたりまた地面の温度を高めてくれる効果があるんですね。 そしてズッキーニを植え付ける時期なんですが、えー、何もせずそのままの状態で栽培をしたい方はちょうどお住まいの地域で田植えが始まった頃がおすすめです私の地域で今ちょうどまだ田植えは始まっていませんでも早めに植え付けをしていますこれはトンネル栽培といって植え付けをした後にビニール一枚かぶせますズッキーニは 雨が当たると結構病気になりやすいので私はもう収穫が始まっても、えー、ビニールトンネルはかけっぱなしにして裾だけ換気をしつつで収穫が始まったら天井だけ,開けうんかぶせておいて裾から収穫をするように外の栽培ではやっております。そしててこのズッキーニをウネを立てる時は、平ででもいいんですが、わずかに、 こちらの私が今座っているところの土の表面の高さとこの畝の高さがほんのわずかにこちらの方が5センチぐらいでも構えませんので若干高くしておいた方が雨が降った時にこのマルチの方に水が流れ込まないということでこれも根っこが腐ったりカビの胞子が蔓延して えー、枯れてしまうという病気でやられてしまうというリスクも減りますのでなるべくこちらに水を作っていただくか少しこちらの方が畝が5センチでも高くなるように土を持ってそれから平らにしてマルチを張って植え付けをするようにしてみてください。はい、こちらが種をまいて約1ヶ月間かけて育った苗になります9センチポットに種を1粒まいてそのまま毎日水をあげた状態になります。 えー、そうするとこれが子供の葉っぱで最初丸いタイプ楕円形のものが2枚出てるんですがそこから、はいえー、軸があって、えー、葉っぱが大きなものが、はい、このように1枚2枚3枚と大体いい出た頃になったら、えー、植え付け、えー、時期になります、まあ、日数はあくまで目安30日ですが葉っぱの枚数が3枚ぐらいあるとそれを引き抜くとこれはポリポットですね、はい、こんな感じで。 白い根っこが渦を巻いて、綺麗にバイドを巻いてますよね。この根鉢、これがきちんと形成されてから植え付けをすると、とても根付きが良くなります。で逆にこれが遅すぎると、えー、植ええー、遅れということで、謳歌してしまう、活着が逆に遅くなってしまうんですね。でもうちょっと早めに植え付けをするのもいいんですが、今の時期はまだ風が吹いたり、えー、寒暖の差がありますので、 その植え付け時期でもズッキーニは大体3枚ぐらいを目安に大きな葉っぱがこのぐらいで植え付けをしてみてください。はい、それでは植え付けをしていきましょう。まあ、マルチを貼っていただきました。で、そしたらこの植えの真ん中ど、真ん中に苗を植え付けをしていきます。はい、お使いのもので、何か穴が開けるものがあれば、えそのポットに合わせて深さを合わせて開けてください。9センチポットなので。 大体目安では1 0ンチぐらいの深さで穴を開けていきます。マルチの下の土を開けて頂い,いたらここで定期的にまあ雨が降ってて結構畑が湿ってる場合はこのまま苗を植えつけてそのままでも大丈夫です。 ただ今の時期結構日中暑いですよね。雨が降っていない場合、活着がスムーズに根がうまく張ることなく枯れてしまうことがありますので心配な方は、はい、この上穴のところにじょうろで水をたっぷりと流し込んであげましょう。はい、これをやるだけでも全然違います。 この時にほんの少しわずかに液体肥料、まあ、元肥は入れてあった場合だったとしても多少を混ぜておくという方法もいいと思います、はい、ではこちらズッキーニの苗を取り出していきます指2本でちょうどこの株元の軸を茎をつかんでいただいて横にしていただいてポットのお尻水切り穴をちょっとつっついていただくでスッと横に抜いてください、はい で片方の手でこの根の底のところを押さえていただいて、そのまま穴の中に落とし入れます。はい、はい、ここで落としていただいたら、ここの穴を開けたところとこのポットの、はい、鉢のこの周り裾が開いてますよね。根っこがむき出しになってます。このままでは枯れてしまいますので、先ほど開けた土出た土をこれで 埋め戻しをしてあげます。マルチの下と隙間が開かないように、ここできちんと土を間に入れていきましょう。意外とこれが隙間が開いてしまうと、乾燥が激しくて、乾いてすぐにぐったりとしおれてしまうことがあります、はい。マルチの上は汚れても構いませんので、たくさん土を使ってきちんと株元に土を寄せていきましょう。はい。 でこの時にズッキーニがなるべく真上に向くように安定するようにしていただければと思います掘り出した土を埋め戻して足りないようであればマルチの外から土をなるべくサラサラとした柔らかい土を持ってきていただいてはいこれで株元周りに少し山にしていただきます土寄せを軽くしてあげましょうこの時にこの成長点だけ土をかぶせて埋めてしまわなければもうズッキーニは あっという間に1週間も経てばこの倍ぐらいの大きさまで成長します、はい、ただここできちんと土寄せをしておかないと風が吹いた時にこれが風で振り回されてしまうと軸はとても細いです割り箸ぐらいのサイズのものの中にありますのでこのように振り回されて最後はプチンと切れてしまうことがあるのでそれを土を寄せて防ぐことで対処はできます これは季節によって私の地域だと4月の中旬頃に苗を植え付けをした場合まだ朝晩が冷えますので私はこの上にビニールトンネルをかぶせますので、まあ、風の直当たりというものは、えー、ありませんがここできちんとそれでもしっかりと土は寄せておいた方がいいと思います、はい、こんな感じで植え付けをしていただきましたら、えー、たっぷりともう一度ここで 上路で水が、えー、たくさんある方でしたらこの株元周りに、はい、水をたっぷりとかけてより、えー、その水が、えー、この隙間にマルチの裾の中に流れていきますその時に土も一緒に細かいものが流れていくそうすると先ほどの根の層のところの隙間がより密着するので土とのそうすると乾燥も防げますしもうこれを一度やってしまえばだいたいもう あととは水は与えずに自然の雨だけで成長していくと思いく思ますただ今後もう3週間も雨が続かない場合はまあ別になりますその時は乾いたらなんかなんだか元気がないなとしおれているなという場合はまた同じように株元周りにまあ水などをこのようにあげてください、はい、1本目が植え終わりました次2本目を 同じマルチに植えたい方はここから8 0センチ最低でも離らかせてそこへまた畝の真ん中に穴を開けていただきますでまたここの土を掘り出していただいて深さはそのポットに合わせてください9センチ、1 0センチぐらいでしたらポリポットが大体いい深さ1 0センチぐらいで大丈夫だと思います はい、そこでまた水をたっぷりと与えましょう、はい、でこの苗を植え付けをする前にも育てている場所から畑に持ち出す前に植え付けをする1時間前にはたっぷりと水を与えてここにもで水をいっぱい根に吸わせて置いてあげた方がよりしおれにも強くなります、はい、同じように引き抜いて 手を当ててそっと落と落しますで。このポットの抜いた時のバイドとマルチのこの表面の高さがだいたい平らになっていれば大丈夫ですどちちらか気持ち深めでも構いません。ただこれが浅いと根がむき出しになって太陽の光に直に当たってしまうと枯れてしまいますので浅植えだけは気をつけてください。 また土をこのように寄せます。はい、ここでキュッてやって、風が吹いても、これが横に倒れたりしないようにしてください。でまたここへ株元周り心配な方は水をたっぷりと、はい、植え付けをした当日は与えてあげましょう。はい、一度にやってしまうと水がこのようにザーッと流れてしまいますので、まあ、少しドーナツ状に、 組んでいただいて、水がこの中に入るようにやっていただければ、それはもう間違いなくできると思います。はい、はいえー、このようにして、えー、ズッキーニの植え付けは行っていくと、えー、スムーズに成長して、えー、大きなズッキーニがたくさん収穫することができると思います。はい、えー、こんな感じで植え付けをしていただければ、ちょうど植え付けをして、えー、数えてまあ、1ヶ月も経てば収穫が、えー、始まると思います。 一度最初始まるとどん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 次から次へと収穫はできますちょうど梅雨が明けて1ヶ月ぐらいは、えー、ズッキーニは収穫できますので、えー、結構一株からでも取れる量というものはたくさんありますで今年は私はいろいろなズッキーニをちょっと試験で育ててみたいと思いまして 10品種のズッキーニの苗を今こちらにですね植え付けをしておりますまあ、いろんなズッキーニというものがありますまず家庭菜園とかで初めてやられる方は病気に強いという品種を選んでその種をまいたりまあ、苗を買われる方も園芸店などで病気に強いですよと書かれているようなものを選んでいただければ最初は簡単にできると思いますズッキーニは意外と雨室外 湿気に弱いものなんですけれども、さほど難しい野菜でもありません。ただ風に振り回されたりして、その傷口からカビの胞子などが付着して、それで、えー、感染してしまうということがあります。でまたアブラムシなどにずっと疲れると、中にはウイルスを持っているアブラムシというものがいます。でこれらのズッキーニというものも、いろいろなウイルス病にもかかりやすい、 作物はなんですけれども、まあ、それらもビニールルトンネルなどをしていただければ抑えることもできますそしてまたズッキーニもいろんな品種があって病気に強いだけではなくて形もまん丸いものもあればスティックタイプもあります。 えー、ズッキーニもいろいろな、えー、色がありますのでまあ黄色、緑、そして、えー、まだら模様とかですねいろんな料理で彩りにもとてもいいと思いますのでいろんな種をまいてみたりない植え付けしてみてはいかがでしょうか、まあ、ズッキーニをちょうど植え付け適したまあ時期というのは田植えの頃ということなんですけれどもまあ夜寝るときに 羽毛布団のようなものをかけて寝たりとか、まあ、そういう時期でなければ、まあ、何もしなくても栽培すすることはできますただそれだとちょっと雨が降って直当たりすると花を咲かせた時にですね今度、うん、オバナとメバナって咲きますよねでその雌花のところに、まあ、ちょうど雄花花粉があればいいんですが雨が降るとその花粉が流れてしまったり。 するととうまくズッキーニがが成長しないことがありますそこでビニールなどをかぶせてあると雨が降っても咲いた花の中に雨水が入ることなくうまくそれを取っていただいて花合わせという花粉をつけたり交配をする作業ということができますので。 ビニールトンネルなどを設置してま育てるというのも一つの方法です。またホットキャップというものもあります。植え付けをして当初というものはまだ苗が小さいので、風などに吹かれてしまうと倒れてしまうと。ある程度太くなるまでは支柱と肥料の空き袋などを使っていただいたり、ホットキャップなどを作って えー、設置をしていただいて風の直当たりで振り回されないようにしていただく環境でやっていただければもう簡単にできますのでやってみてくださいである程度収穫が始まってくると結構軸っていうものもね、えー、伸びてきます。うーかぼちゃのように 状にたくさん伸びるわけではないんですが、まあ、意外とうん膝下ぐらいまで大きく成長しますので重さで倒れちゃうんですね、まあ、その頃になったら支柱など1本緑のイボだけを株元に刺して斜めにいただいて倒れないように支えてあげるだけで簡単にできますので皆さんやってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日はズッキーニの植え方育て方についてご紹介をさせていただきました。 いつもご視聴いただきありがとうございますまたよろしくお願いいたします